こんばんは、シアスセミナールのシアスさんです。12月6日水曜日の夜となりました。サイプルマーケットの状況を見ていきましょう。ナスダック100 0.46% プラス 15,960 ポイント、 S&P500 0.29% プラス 4,586 ポイント、ダウが 0.09% プラス 36,198 ドルとなっています。さあ、マグニフィセント7、ビッグセブンの好調はいつまで続くんでしょうか。今年すごい上がりましたよね。ですから S&P500 において上位7銘柄に占める時価総額の割合 30% ぐらいになっちゃってるんです。で、残りをですね、ほとんどの490銘柄ぐらいで分け合ってるというような状況なんですね。なのでビッグセブンの予想 PR 32倍が平均ということで、 S&P500 全体の平均の19倍をかなり上回っちゃってる。つまり割高になっちゃってるんですね。さあ、セクターローテーションが目前に迫っているぞと、つまり中小型に買いが集まるぞっていうことなんですけども、実際にもうそうなりつつありますよね。しかし、まあそうは言っても AI で勝てるのはビッグセブンであり、また PER が高いと言ってもですね、それは期待の裏返しということでもあるので、そういった意味においてはですね、小型が絶対有利かとは限らないであるのならば、やはり分散投資をしておくというのが一番いいのかもしれませんね。ビッグセブンは強いですよ。例えば NVIDIA、 対中輸出規制に適合した新製品を開発へと、前から言われていましたけど、なんで新製品出すのっていうと、中国に NVIDIA が半導体を売らないとですね、中国企業の半導体が参入してしまうという側面がある。つまり NVIDIA のシェアを奪われてしまう。なので NVIDIA は政府と連携しながら、この規制に引っかからないぐらいの水準の半導体を中国に向けて輸出するために新製品を開発していくと、本当にこの泥水をすするような努力をしているんですよね。アマゾンもすごいですよ。低価格医療の販売手数料を大幅引き下げということで、これは出品者は助かりますよ。なんでそんなことするのっていうと、手数料を下げれば服の価格も下がりますよね。そうすると中国のシーンとか、あるいはティームとかっていった安いアプリとも競合できる、競争できるって言うんですね。皆さんはお洋服はどこで買うんですか？ユニクロでしょうか？それとも島村？ハリウッド俳優組合、この人たちは島村の服は着ないでしょうけれども、ハリウッドの俳優さん、新協約を承認。まだやってたんかって感じなんですけどね。組合員投票を行い、78% の賛成で承認。期間3年間の協約には最低給与の引き上げのほか、 AI によって生成された画像の不正使用への対策なども盛り込まれているということでありました。これでネットフリックスの株価、いい影響ありますかね？もう織り込まれちゃってますかね？まあいずれにせよ、ネットフリックスからすれば中長期で見た場合にはホッとしますよね。やっぱりそうなると、今日は NVIDIA、Amazon、Netflix、Netflix はビッグセブンじゃないですよ。ハイテク大手という括りで言うとね。で、ハイテク大手ってやっぱ強いの？いやいやいや、ボロボロの我々グリーン投資家、我々って幸せさんだけですよ。水素なんか誰も投資もしてませんよ。幸せさんだけですよって言われてしまうと泣きたくなるんですが、大惨敗中の我々グリーン投資家、今が稼ぎ時だって言うんです。え、どういうこと？逆落ちすんの？そうかも。何言ってんの？水素とかクリーン株ってもう最悪な年だったんだよ。下がり続けてきたんだよ。そうですね。でもなんか理由があるんでしょうね。それは高い金利なんですよ。 FRB の利上げによって、あの水素企業も含めてね、あのクリーン株っていうのは、あの資本集約型でもって、つまりお金がかかるんですよ、設備が。なので金利が高いとですね、かなりきついんですね。そしてそのグリーン企業だけじゃなくて、一般の企業も金利が高いとお金を借りて、その自分の自社の設備をクリーンエネルギーに転換するっていう余裕がなくなっちゃうんですね。ですから金利が高いとやっぱりこのクリーン株、グリーン株にもやっぱり不利なんですよ。なので例えば水素の ETF なんかはもうめちゃくちゃ下がってきまくったわけですよね。で、下がったことで逆に過大評価がなくなったと、グリーニアムがなくなったということなんです。グリーニアムっていうのはグリーン株についているプレミアム的なものですよね。人気があるものにはつくんですよ、プレミアムって。だけどもう人気も何も、もうケチョンケチョンにやられちゃったので、そのプレミアムなんかとっくに吹っ飛んでるということで、今割安水準だということなんですね。割安といえば中国株ですね。もう売りがどんどん止まらない。なんで？不動産危機の深刻化や収益の見通し悪化、当局規制をめぐる不確実性と、規制も何来るか分かりません。もう突然変えてきますもんね。
突然社員拘束されちゃうし、たまったものじゃない。社員どころか会長さんとこまで拘束されちゃいますよね。行方不明者何人出したって、そんな話なんですよ皆さん。なので多少政府の株価対策なんかやりますとかって毎週に言ってるじゃないですか。あれで相場が上向いても結局すぐ下がるんだよ。なんで、それは根本的な需要ね、消費者の需要が改善しないからなんですよ。だから株価が上がりませんよって言ってるんです。で、私が言ってることと全く同じでしょ。つまり専門家中の専門家がこうやってきちっと言ってるんです。ですから私の意見じゃなくて専門家の意見をしっかりですね聞いていただきたいと思います。なので、じゃあ専門家なんつってんのって言ったら、いや、さらなる政策支援が必要で、だから私が言った通り全くその点だから、とにかくお金を使わせてあげなければ中国経済良くなりません。まあ、なのでそういった政策が出てくるかどうか、今月の中央経済工作会議に注目ということなんですが、まあ、かなり厳しいでしょうね。そんな中 BYD41 億円相当の自社株買い実施へということで、従業員のインセンティブや投資家の信頼向上、企業価値の安定など目的ということなんですが、今日は 2.6% 上がっているようですね。 BYD ピュッとこう上がっていますもんね。これ1ヶ月のチャートなんですけど、今日はこうピュッピュッとこう上がってますね。で、 S&P グローバル、中国の格付け見通し変更ないと。中国からすればありがたい話ですよね。だってムーディーズは格付け見通し安定的からネガティブに変更していたんですから。その中国、米中外相同士が会談、ブリンケンさんと王毅さん、何話し合った、はい、中東地域での米国の外交努力について協議。まあ、イスラエルとパレスチナの紛争ですよね。この2カ国がですね、点でバラバラで、かつですね、ちょっと違和感を禁じないような行動ばっかりやってるので、なかなかこの中東の問題っていうのは全然解決しませんね。アメリカは力なし、中国はやる気なし。じゃあ幸せさんね、なんでアメリカはイスラエルの攻撃を止めないんですか。だって専門家が言ってましたよ、ニュースで。アメリカは大量の武器を供給してるって、イスラエルに。はい、そうですよ。じゃあそれ止めさせれ、止めりゃいいじゃねえの。いやー、そうはいかないんですよ。なんで、それはもしアメリカがイスラエルの武器支援を弱めたら、他の勢力が紛争に介入してしまうということなんですね。あー、なるほどね。それだけ？いやー、それだけじゃありません。変な話、ネタニヤフさんの性格っていうか、アメリカが何を言っても頑固で、全然アメリカからのプレッシャーを感じてないと側近が言ってるんですよ。だからこれダメだということなんですね、結局。さらにバイデンさんもですね、イスラエル支援を無理やり削ればですね、大統領選挙においてですね、新イスラエルの人たちの無党派層の票が逃げかねないってことなんですよ。こんな汚い話ってあるんですか。まあ、これは本当かどうかわかりませんよ。そうじゃないのという見方があるよということです。そしてなんとですね、暗黙の了解があるんではないんですかということなんですね。アメリカとイスラエルの間に。え、何？どんな了解？はい。それは、要は、民間人の犠牲をゼロにすると約束はできないよということについて、まあ、アメリカも、まあ、黙認してるんじゃないんですかというね、まあ、そういう、なんか悲しくなるような分析も出ているんですね。これも事実かどうか知りません。しかし、まあ、そのように見られても仕方ない外形上の行動ですよね。もう世界はね、やってられない。政治はダメ、もう既存の勢力は全部ダメ。ビットコインじゃ買えますか。一時4万4000ドル突破って、僕のチャートだと4万5000ぴったりまで行ってました。コインベースのものですけど、6営業日で 16% 急進。一つが FRB の利下げするでしょっていう見方をですね、仮想通貨の市場はかなり強く織り込んでいると。さらに ETF 承認を見越した需要拡大期待なんですね。現物 ETF ですからね。まあ、長期的には来年4月とも言われる半減期を見据えての仕込み買いっていうのもあるのかもしれませんけど、それにしてはちょっと上がりすぎですよね。ですから、もういろんな、ね、いいネタを完全に織り込み済みなんじゃないんですかという見方もあるんですよ。ではプレマーケットの状況も一回見ていきましょう。ナスダック100は 0.37% プラスで 15,946 ポイント。 S&P500 0.24% プラスの 4,584。 なんとかね、踏ん張ってますよね。ダウもいいですね。まあ、プラスの 0.09% 36,200ドルと。それからラッセル2000が 0.2% プラス 1,861。 ユーロストックス50 0.25% プラス。強いですね、ユーロストックスは。4461ポイントと。中国は今日はなんか 0.16% プラスで、お、底打ちって思うかもしれないですけど、全くそんなことないですよ。安値切ってますからね。はい、全然全然。3399ポイントとなっています。日経平均、おお、大きく陽線出してきましたね。33427円ということで 1.56% プラスと。10年債利回り 4.182% と小動き。2年債利回りは 4.601%。
それからドル円が147円の23で、こちらも小動きですね。からユーロドルも小動き 1.07 の93、金が、はい、こちらも小動き2022ドルということですね。原油もそうですね、今日はあまりボラティリティが少ないですね、 72.14。 ビットコインは一時4万5000まで行ったんですけど、少し落ち着いて43,781ドルとなっています。ではレベレッジ ETF 見ていきましょう。 SOXL マイナス 1.87% プラス 22.34 ドル、このオレンジのラインがプレイの株価ですね。 TCL 0.6%、 0.63% プラス、失礼しました、 59.44。 ウェブルがマイナス 0.9%、 12.15 ドル。キュアはプレイはまだですね、アフターマイナス 1.4%、 91.10 で引けています。 LAVU プラスの 0.69%、 87.79、 CF が 2.44% プラス 33.23 となっています。水素もプレイはまだですね、アフター 2.24% プラス 6.85 ドルとなっています。ヘドウォッチ12月会合、水曜日 97.7%、 25ベーシスの利上げが 2.3%、雇用統計次第でまさかの追加利上げなんてありませんよね。まあ 1% もないと思うんですけども、どうでしょうか。追加利上げはなし。最初の利下げは3月、そして来年5回の利下げを織り込んでいます。今日の経済指標です。21時、 MBA30 年もの住宅ローン利率と住宅ローン申請件数指数、そして22時15分今日のメインイベントでしょう、 ADP 非農業部門雇用者数です。予想は若干増えて13万人増となっていますけどもね。なお22時半には貿易収支が発表されます。決算はブラウンフォーマンとキャンベルスープですね。どちらも寄り付き前、引け後にはゲームストップとか C3AI とかの決算もあります。要人発言はブラックアウト期間なので FRB 絡みではありませんが、7日は共和党候補者の討論会があります。トランプさんは欠席ですね。はい、お疲れ様でしたね。このまま落ち着いてくれるといいですけどね。でもビッグセブンが今後も伸びていくとは限らないし、じゃあ小型が勝つかっていうとそういうわけでもないということであるならば、やはり分散投資、長期分散積み立て、福利、そしてアメリカもいつ終わるか、終わるかって終わりはしませんけど、いつ調子が悪くなるか分かりませんので、そういった意味では国際分散投資が特に長期の視点をも必要とする新ニーサにおいては基本戦略なんですよということはですね、山崎先生もそうですし、私も同じ意見です。さて、NVIDIA は輸出規制に適合したものですね、輸出規制に引っかからないものを中国に輸出していくということで、これは非常にこうありがたいことですよね。もう中国いいやではなくて、やっぱりじゃあ規制に引っかからないものでもちょっとでも売っていこうというこの姿勢が、 NVIDIA がトップであり続けるその貪欲な姿勢なんだと思います。やはり本当に神は細部に宿ると言われますけども、その通りだなと思いますね。アマゾンも、クラウドがあるからいいやとかじゃなくて、低価格医療の販売手数料を引き下げるということで、シーンとか、あれですね、もう一つがティームですか、ティームに対抗していくということで、そうなんでしょうね。やっぱりアマゾンからしてもですね、全体の売り上げからすれば、その低価格医療品のセグメントっていうのは別に大したことないんでしょうけども、それでもやっぱり取れるものは取るという、この貪欲な姿勢というのはですね、非常に大事かなと思いますね。テイラー・スウィフトさんに対しては非常に批判が巻き起こっています。つまり、元からありましたけど、結局要は貪欲すぎるということなんですね。つまり、CD のジャケットだけを変えて、何種類か売ったりとかみたいな、そういうような話もありますが、ただその話が出てもあれだけのツアーをやれるっていうか、すごい人なんですよね。なのでそういう批判の声もピシャッとシャットアウトできるぐらいの人気があるのかもしれませんが、どうなんでしょうね。テイラーさんがどうのこうのということではなくて、あんまりお金にがめつすぎると、必ずしもそのいい結果を、生まないという、ところがあるかなというふうに、思いますよね。私の、これもう時効だからいいのかな、田舎の方でもですね、長屋みたいなのがあって、昔あったんですよ、それ長屋って、こう何軒か並んでみたいな。でそのうちの1軒の方がですね、要は5年、その通り壊すっていうことになったんですね。で大家さんはお金払って出てってもらったんですけども、なかなかそのこう基準ってないわけじゃないですか、その立ち退き料っていうんですか。で5年毒っていう側面もあって、今もあるのかどうか知らんけど、僕は不動産業界っていうものをね、全然知らないから、ただ
その時はまあ大家さんが直接交渉していて、ある一軒だけ残ってたんですよ。で結局なんかすごいこう揉めるっていうか、まあ、ごねて出ていかなくて、で要はどうなったかっていうと、結局なんかすごい釣り上がっていったんですって。だけどそれでもなんか出ていかないみたいな。で結局大家さんどうしたかっていうと、まあこれ非常にこれまずいですよ。まずいですし、まあ当時だからこのあったのかもしれませんけど、今は当然においてその法令上の問題もあって、そんなことは当然ありえないわけですが、しかしまあ事実として申し上げれば、まあそういった怖い人たちを使ってですね、その ごねてる人はですね追い出されちゃったんで、つまりもう なんていうの1円ももらえずに叩き出されちゃったわけですね。つまりこの話が何を、これ実はです、私が見聞きした話、子供の頃ね、子供の頃の田舎の話で見聞きした話なんですけど、確か親から聞いたのかどうなのか、ちょっと町内会長から聞いたのか忘れましたけど、そういう話があったんですよ。で私はその話聞いた時に、ああそうかと、つまりあんまりごねたらあかんなっていうことで、つまりまあ要するにだって結局そのもらったって使うわけじゃないですか。で貯めといたって死んじゃうわけじゃないですか。であるのならば、まあ金は天下の回り物でということなんです。で私経済勉強してると、してるつもりになってると、皆さんからすると全然ダメなんだけど、ただやっぱりね、お金ってその子供の時に体験した経験って間違ってないなっていうのが分かっていて、つまりお金っていうのはなんか自分の貯金通帳に入ってると、それがなんか永久不滅のセゾンカードポイントじゃないけども、永久不滅のように思えるじゃないですか。そうではないですよ。はっきり言ってあれけど、お金っていうのはその要するにそのお金を使用する権利があるということであって、権利なんて空気みたいなもんじゃないですか。なのでそれはもちろん当然においてある時なくなるかもしれない、自分が生きてる間になくなるかもしれないし、要するに、なくなってしまえばそんなものゼロになるわけですね。ですから永久不滅のものなんかないし、もしそのお金を永久に自分のものにしたいんだったら思い出に変えることですね。物に変えたってダメですよ。金塊に変えたってダメですよ。それ墓場まで持っていけませんから。やっぱり思い出に変えてしまうと、もうどんなに差し押さえが来ようが、強制執行が来ようがですね、ああもうどうにもできないですよね、だから私は今の自分も大事にしてくださいね、あんまりケチケチせずにお金を使ってくださいねということを再三再四申し上げてるわけですね。投資バカになってはいけない、証券会社の残高、あるいは資産評価額、で預金通帳の残高、ゼロ数えてよだれ垂らしてるような気持ち悪い大人にならないでほしいんですよ。それは意味ないから、はっきり言って、つまり申し訳ないんだけど、あと80年も生きないので、幸せのあなたなんか20年も生きないじゃないかって言われてしまうと、まあまあねっていうところになるわけですが、まあ結局どんな人だってもう80年は生きないので、であるならば、その地球の歴史から見た時に、その80年とか50年とかっていうのは本当1秒2秒の世界じゃないですか。なので結局私が思うのは、やっぱりもう常在戦場、何がどうなるか分かんないんだから、とにかく今も楽しもうね、でも将来お金がなくなっちゃうと困るよね、だからそのために投資もしておこうねっていう、それだけなんですよ。何の話でしたっけ。あとなんでハリウッドの話、アマゾンの衣料品の話か、テイラー・スウィフトさんの話か、ごめんなさいね、台本ないんですよ、エンディングトークって。そうだから何を話してるか全く分かんないんだけど、で逆にエンディングトーク台本ない方がいいかもしれないしね、逆にめちゃくちゃにやった方が面白いのかもしれない、いやあんただけだよって、誰も聞いてないよって言われるとあれなんですけども、でもエンディングトークをやめろっていう批判はね一度もないんですよ。まあ長いっていうのは本当にわずかにあるけれども、だけどエンディングトークでどの方のっていうのはそうだな、質問ね、ごめんなさい、オンラインセミナーの方、ごめんなさいね、多分質問送っていただくんだったら多分今日じゃないと、多分締め切りそのものはないと思うんだけど、実質的には原稿をそれ皆さんが送った質問を打ち替えて、でサンワード貿易さんが私の方に送ってくださるので、その絡みもあって、実質的には多分もう今日いっぱいだと思いますので、実績にはね、締め切りってそんなないんですけど、でもかなり厳しいと思いますので、今日送っていただくとよろしいのかなと、もしあれば、ね、あれば、はい、ただ全部もやっぱ答えられませんよ。
全部ものすごい数ですから、例えば本当に一つの質問につきその30秒とかで答えたとしても相当か、本当時間いっぱいで足りるかなっていうぐらいの量なので半端じゃない質問の数なので、はっきり言って申し訳ないですけど、読まれないものもごめんなさいね、あるし事実としてだから、なるべく多くのものにお答えするので当然においてその私しっかりやりますから、ぜひ皆さんも来ていただければなと、お越しいただければなと思いますし、当日ちょっと都合悪いよとか忙しいよって方は後日のアーカイブでっていうふうにお願いしますね。はい、ということで、あとそうですね、あれかな、やっぱりこのクリーンエネルギーセクターっていうのは水素も含めてやっぱり私は長期的には上がっていくと思ってるんです。いつ上がるのいつ上がるのって言われるとそれは困るんですけども、それは分からないですよね。だっていつ上がるか分かったらその時に買い始めますよね。分からないのでちょこちょこ買ってるんで、はい、そこは当てられないですから僕は少なくとも、はい。ただ今年最悪だったのは確かで、金利の影響もあるしサプライチェーンの問題もあるし、そう、ただし下がってくれたことで割安感は出てるから、いや水素やったことないんだよ、だけど幸せが水素言うからちょっと興味あるんだよねっていう人はめちゃくちゃ美味しい局面かもしれないですね。はい、よくぞ今まで買わないで我慢しましたねって感じ、逆に。だけどまあいいんじゃないですか、チャレンジする分には別にお任せしますっていう感じで、私はなんもないですよ、それは私は私でやるっていうことなんで、皆さんは皆さんで自分で考えて、自分で判断して やるんだったらやる、やらないだったらやらないで考えていただければなと思うし、中国株だってそうですよ、幸せさんはなんか下がるって言ってるけど幸せさん下がるっていう時は上がるから、じゃあ俺やりますってなったらそれを僕止める権利はないしね。ただ見通しっていうものは、私は専門家の見通しはこうですよ、で私の見通しはこうですよっていうことは言います。もちろん自分に見通しがないものもあるので、そういうものについては言えないですよね。なので専門家はこう言ってます、だけど A さんはこう言ってるけど B さんはこう言ってますっていうことはやはり皆さんにお伝えしたいなと思いますけども、はい、まあ自分の意見があるものは言います。まあ例えば FOMC、 次の FOMC は、雇用統計次第っていうのもありますけども、まあそれを除いて考えたら、まあある程度タトじゃなくて高的なものが出て株がグッとっていうのは、まあ1% ちょいとか、ナスダック100で下がるかなっていうような感じもあるのかもしれません。しかしまあそれはその時になってみなきゃ分かりません。そしてまた雇用統計をまた見ないと何とも言えないですね。雇用統計を見てからじゃあパウエルさんのニュアンスを予想した方が精度が上がりますね。まあそれ置いといて、で BYD は自社株やるって言ったけども、ただなかなかどうなんでしょうねっていう、全体相場に影響があるようなインパクトのある爆撃法かっていうとそうではない。ただしムーディーズが格付け見通しを、いわゆる引き下げる中での S&P グローバルは引き下げないということであるならば、そういった判断もある。つまり格付け機関といったってみんながみんなそうではない。米国 の格付け見通しの時も結局それは各社判断が分かれましたよね。そして米中外相会談も非常に大事なものでありまして、やはりこのブリンケンさんと王毅さんが協議するっていうのは非常に大事なことなんですよ。ただそれでもって前に進んだのかっていうと全然そんなことはなくって、現状認識とか協議とかっていうことであるならば、それはあまり話し合ったことだけに意味があるけれども、イスラエルの人たちの命を救う、あ、ごめんなさい、パレスチナの人たちの命を救うという意味においてはあまり効果はなかったのかなと思います。ただなぜアメリカがそのイスラエルに対して強引に攻撃をやめさせないのかっていうのはこういった事情があるんだよということだけは今日お伝えしましたけれども、それがバイデンさんの選挙ということも絡んでくるのならば、それはまたどうなんでしょうねっていう、そのまた批判の目も出てきちゃうでしょうねっていう思いもあるし、仮に新イスラエルの無党派の票が欲しくてああいう態度をしているんであれば、その何倍も票を失っている可能性もありますよってことも申し上げておかないといけないのかもしれません。またビットコインは強すぎますけれども、強すぎるのには理由があって、利下げであるとか現物 ETF 承認であるとか、
いろんなその理由があるんでしょうけれども、そうは言いながらもそれって織り込み済みですよということで、じゃあビットコイン4万5000つけた、じゃあ専門家も6万って言ってたな、よしじゃあ買ってみようって、これでスケベ買い、いわゆるもうはしごの上で買ってはしご外されてえらい捕まっちゃってっていうのはもういくらでも見てますから、ゲームストップもそうでしたね、明日の朝決算みたいですけれども、まあそういうようなことでですね、はっきり言えばまあ危ないので、私は例えば今の CF ぐちゃぐちゃになっている CF とか中国株を、売りで攻めるというよりかは、まあ放置した方がいいかもしれないし、あるいは今のビットコインっていうのも買いで攻めるというよりかは、まあ一旦ちょっと見送った方が賢明な判断なのかもしれません。いずれにしましても私は中国株を売りで仕掛けるつもりもないですし、ビットコインを買いで乗っかっていくつもりもありません。しかしですね、一言言えるのはやっぱり株、まあ、ビットコインなんてのは私の中で老害なんですね。投資をする価値がないものだと思っているので、ただ単にバブルっぽく今上がってるだけだと思っているので、そのうちそんなにそう遠からずにぶっ壊れるでしょっていう見方は常に持っているんですよ。ただそれはなかなか今私の予測は外れているばっかりいるんですが、しかしですね、まあ仮想通貨はともかく株式に広く分散をしてしっかり買っていくっていうことは大事で、それが世界の経済成長に乗っかるっていうことなんですよ。だけども世界はゆっくりとしか進行していきませんから、いつまでたってもリターンがないということであるのならば、例えば一部をまあ例えばそうですね、レバナスとか SXL とか、レバレッジが効いていてボラティリティがあって成長力のあるものに投資をしていくっていうのは悪い選択肢ではない。だけれどもそうなんだけれども、それがメインになってはいけない。メインはやっぱり広く分散されたインデックスファンドに長期分散積み立て複利低コストインデックス雪だるまで増やすというのが投資の基本中の基本なんですね。それを忘れなければ必ず皆さんの資産形成を成功できると私は思っています。そして必ず皆さんは資産形成を成功し、穏やかで豊かでささやかで、そして幸せな老後を送ることができる。それが皆さんにとってこの生まれてきてよかったなって最後の部分、人生の晩年の部分でそう思っていただくことが私にとって一番嬉しいことなのかもしれません。そういった意味ではですね、この今目先の上がり下がりっていうことも大事なんですけども、そうではなくて10年20年30年を見通す目っていうのも大事で、世界が成長していけるのかそうではないのか、人間は弱いのか強いのか、そして半導体や水素に魅力があるのか、そういうことを考えていけばですね、おのずと答えが出てくるんだろうと思います。そして、私たちは220年間で70万倍にも上がったという米国株に投資をしているということを思い出して、していただきたい。そうすれば今夜上がろうが下がろうが、雇用統計で下がろうが上がろうが、 FOMC で暴落しようが関係ないんです。そんなことは、そんなことのために投資やってるんじゃない。私たちが大事にしなきゃいけないのは世界経済、あるいは人類が発展していけるのかどうなのかということです。極論言えば人間が強いのかどうなのかということです。人間が強い、人間はすごいっていうことに同意できるんだったら、それは投資を すればいいし、人間はダメですよ、いいところは一つもありませんよって言うんだったら投資なんかできないですよ。それは企業も経済も地球も全部人間が回しているんですから。であるのならば、その人間が本当にどこもいいところ一つもないんだったらどうしようもない。人間は100のうち99がダメだけど、残りの1個、いや 0.1 個いいところがある、そこのかけてみたい、最後の最後にかけてみたい、それが私の思いです。そして人間が世界を作っていく、そしてだからこそ俺たちはいろんな人にみんなに感謝をしなきゃいけない。その感謝をした時にやっぱり最後は自分を産んでくれたお母さんに感謝をする、それが人としての基礎であります。私は保守でも何でもないですよ。ただし人として人間として原点であります。だってお母さんのお腹から生まれてきたのに、そのお母さんをないがしろにしてどうなのか思います。しかしそういうのが改めて思うと、あまりにも多すぎるそういう事件が多発しています。はい、それはあってはならないことです。昨日も徳陽で90代のご高齢の方が、まあ要はあばらとかボコボコにされてですね、まあ病院送りされたと、徳陽の職員がそれをやったというような話をしました。大阪の方の事件でした。まあそういうことになってしまうわけですよ。それは自分のお母さんにはそういうことしないはずです。まあ、あるんですけどね、実際の現実の世界であるんですけども、でもそれは自分のお母さんにではなかった。
そしてそれはどうしてっていうと、自分のお母さんにだったらそんなことしなかったのかもしれない。そうでなくて人の親だからとか、あるいはまあやっても分かんないでしょとか、バレないでしょとか、あるいは むしゃくしゃが溜まっていたんだよねとか、そういうようなことでもって人に感謝することを忘れてしまい、そして手が出てしまった、そういうようなことのなのかもしれない。そんなに外れていないのかもしれません、今の私の見方もですね。まあ悲しいかな、あの世界でもですね、そういうことはもう本当によく起きていますよね。残念だけれども、ただそれってやっぱり日本人が感謝をする気持ちを失ってしまったのかな。全員じゃないですよ、だけどそういう人たちがかなり多いのかなと思っています。その中で母ちゃん速報というものもやっぱりしっかり私は続けていかなきゃいけないし、その中で大事な気持ち、投資家としてのマインドよりももっと何十倍も大事なマインドをやっぱりみんなに思い出してほしいのかなっていうふうに思いますよね。そうした時には必ず投資も成功するし、そして人間としても社会人としても、そして息子としても成長できるのかな、そんなふうにも思いますけどもね。皆さんもぜひそうやってほしいし、もうそうなってらっしゃるんでしょうけども、でもさらにそうなってほしいと思いますし、どんなに優れていた息子さんでもやっぱり母ちゃん速報だけは見ていただいて、あ、親を大事にする気持ち、人間として一番原点の気持ちをやっぱり もう一度見直してほしいな、思い出してほしいな、そんな風に思っています。今世界では本当に罪のない子どもたち、あるいはもう乳児まで、どんどんその、いわゆる命を奪われています。あるいはハマスが、風情暴行したとかっていうような話もですね、報道等で出ております。本当にまあ人間の嫌な部分、先ほどの大阪の特許の話もそうでした。人間の嫌な部分を見せていられんなと、自民党のそのパーティー権の問題もそうですね、キックバックの問題もそうです。そして検察が動いたとかですね、そんなような話もですね、聞かないわけじゃありませんよね。皆さんもニュース見てるから分かると思います。でまあその中でじゃあ本当に政治って何なんだろう、もう信用できないよっていう思いも分かるんですけれども、それもですねやっぱりこう政治家の方が原点を忘れてしまった。つまり政治家っていうのは平和のため、人類のため、そして国のために頑張るっていうのが政治家だと思うんですけども、そういうものを忘れてしまって、ある種私利私欲、あるいは自分の派閥のために、通り通略どころか針破略になってしまっては、いけないんじゃないかな。自分自身もコリコ略にならないようにですね、やっぱりこう自分自身もまあ社会の一員だって生かされてやってるんだ、人にお世話になってやってるんだってことはやっぱ忘れないでいきたいなっていうふうに思うんですよね。本当にこう俺たちの人生って投資もそうですけど、登山みたいなもんで、やっぱり嫌なことっていうか辛いこと、退屈なこと、当たり前なこと、毎日同じことの繰り返しなばっかじゃないですか。で悪いことはもうめちゃくちゃ起きるし、嫌なことも起きるし、やっぱり鬱っぽくもなるんですよね。鬱っぽくもなるんですよ。でその時にどうなんだろうな、やっぱりこう感謝の気持ちを忘れがちになってしまって、周りに、こう辛く当たったりとか、機嫌悪くなったりとかすることもまあそれはあるでしょうね。しかしそういうことではいけないんだなということで、いつも反省をするわけですよね。そしてまた嫌なことがあっても前向きにやろうと。だってもともと嫌なことがあるっていうこと自体が分かっていたわけじゃないですか。だって人生なんて嫌なことしかないじゃないですか。いいことなんてありました？今週ないじゃないですか。一個もない、私も一個もない。だけどもまあその中でもね、何かしら1個とかたまに10個に1個でもいいからいいことが起きれば、まあそれで満点というか満足できる生活だなと思ってやっていく。でもコツ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 目の前のことを愚直に愚直にやっていれば、必ずいい目も出てくるんだろうななんていうふうに思っていたりするんですよね。でもまあ皆さん自身も今寒くなってきました。すごく寒いですよね。その中でまあお風邪をひかないように、今咳一つできない社会になってしまいました。咳をするとみんなから白い目で電車でもバスでも見られます。
そんな社会になってしまいました。ですから、まあ、本当によりお体に気をつけてですね、そしてまた最近では若い人たちのですね、訃報がどんどん飛び込んでいきますよね。それは芸能界、スポーツ界だけの話ではない。周りでも聞かないわけじゃありません。なんであの人が、だってまだ30代じゃない、40代じゃない。そんな人生で一番いい時期の、まあ一番いい時期というのは常に今日なんですけども、まあそれを置いといて、今のは語弊ですけども、でも、一番いい時期に、なんでって、それは家族からすれば納得がいかない NHK の昨日の報道の問題はありました。やはり、ワクチンで亡くなった方とですね、コロナで亡くなった方っていうのはそれは全く違うわけで、それを一緒くたに取り扱ってしまったら、真相が見えないわけですよね。で、ただその遺族の気持ちを踏みにじるような、NHK の報道っていうのはそれ批判が集まってもしょうがないのかなと思いますし、ただ我々はどんな理由であれ常に命というものは風前の灯火、常在戦場、何があるかわからないということを常にやっぱり認識しておく必要があると思うんですよね。そうなった時に最後に残るのって感謝なんですよ。よく戦争の手記なんかも読んだりしますけれども、その時にやっぱり高見風特攻隊の人たちがですね、なんて言ってアメリカの戦艦突っ込んでいったかっていうと、やっぱりお母さんっていうのが一番多いんですよね。多いんですよ。それはたまたま私が読んだ手記がそうだったのかもしれないけども、でもそうなんですよ。つまりその若い本当に若いいわゆる、兵隊さんがですね、ものすごく突っ込んでいったアメリカ軍にも帰り道はない、帰りのガソリンはない、思いっきり戦艦いわゆる、飛行機ごとですね突っ込んでいくわけですよね。戦闘機ごと突っ込んでいった時にそのもう命はないと、あと数秒の命だってなった時に、その本当にもうその人生のその最後の場面というか地獄というか修羅場ですよね。その時にでもそのお母さんありがとうっていう言葉をですね、空に、叫んでですね、そして、炎の中に散っていったという、その日本の若者がですね、そして僕たちのその大きな大きな大先輩たちがいたということも、それを忘れてはならないんだろうと思います。つまりやっぱり人間最後は最初から最後までやっぱりお母さんへの感謝っていうのがやっぱり基本なんだろうなと。それはどんな不透明な時代であっても、そしてどんなもうめちゃくちゃなプライドっていうか歪んだプライドが今横行している社会、つまり人を傷つけること、人を批判することで何か自分のプライドが保たれるという、そんな社会において、やはりそこは非常にまずいんだろうと。つまりそれはなぜかというと、人間としての真基本を失ったからなんだろうと思うんですね。つまりお母さんを大事にするということをやっぱりおろそかにしたために、やっぱりそういう感謝をすることを忘れてしまった。そして自分で考えずに、自分の責任にせずに、人の責任ばっかりにするっていう、そんなマインドになってしまった。それは私はこの日本語で書かれたネットの記事あるいは掲示板等を読んでいるとですね、そんなような気になります。そして随分不寛容な社会になったもんだなと思って、少し心が暗くなることもありますが、しかし我々は投資家ですから、そういう社会であっても投資というものは続けていかなきゃいけません。悲観することばっかりでは仕事ではいけません。やっぱり人間嫌な面はあるんですし、人間嫌な面ばっかりなんですけども、だけどもその中で少しでもいいところあるわけですから、そこを信じて、目の前のことに自分が今やるべきことにコツコツ、人の批判をする人は、ほっとけばいいというかですね、ほっといたらいけないんですけども、しかし自分たちはそういうことはせずに、コツコツ目の前の仕事を、目の前の投資、それをコツコツこなしていくことで、いつかやはりまた明るい未来も自分の前にも広がってくるんだろうなというふうに思います。ですから本当に今日なんかもですね、ADP 非農業部門雇用者数がありますけれども、あれでどれだけのボラが出るかなんてのはちょっと分かりませんが、しかし予想はですね、増加ということになっておりますし、大幅増加ということであれば、いかに ADP であっても若干株価を押す展開というのも待っているかもしれません。しかし私はそうなったとしても全然構いません。アメリカ経済の働く人が増えるんであれば何も問題ないわけですから、別に株価が一時的に下がろうが、こんなことしたことじゃない。大事なことは株価が上がるのか下がるのか、長期的に上がるのか下がるのかということが非常に大事で、それはもう間違いなく私は上がると思っている。それはなぜって言ったら、経済が強いから、そして経済を動かす人間が強いから、そしてテクノロジーも発展していくからです。ですからあまりごちゃごちゃせずに、ヒブリティが言うように一生懸命コツコツ株を買っていけば、それで長期的な資産形成が私は簡単に出来上がると思っているんです。ですからやはり長期分散、積立複利、低コストインデックス、息だるまで増やすっていうものを基礎的な戦略として、そこにやっぱり最新の情報もしっかりと把握、知識そしてつけなきゃいけない。それは株だけ
けではなくて株以外の情報もやっぱりある程度身につけていかないといけないと思います。それが真の長期投資家であるんだろうと思います。そこにやっぱりいろんな経済にも精通しということで、あるいは最新の状況もチェックしということで、そこにおいてやっぱりそこは投資家だねということになるわけであって、いや僕は経済のこと何もわからないんですよということであるのならば、私なんかがまさにそうなんですけども、そういった人間であるのであるのならば、それはやっぱりかなり厳しいというか、なんかがっかりしたおじさんになってしまうわけですよね。それって投資でも全然詳しくないですよ、あなたって、投資信託持ってるただのおじさんですよねってことになりやしないか、そういうふうにはなってほしくないし、皆さんはそうじゃないと私は確信していますから、そういった皆さんのお役に立てるように、自分なりの情報っていうのはですね、常に発信をしていきたいかなというふうに思いますので、皆さんもぜひ最新の知識情報をチェックする際にですね、ご活用いただければなというふうには思います。そしてまたカーチャン速報も忘れないでいただきたいなと思います。なぜっていうと、投資家としての最大の力っていうのは実は知識でも技術でもなくて精神力なんですね。精神力がなければ絶対に投資家として成功できない。なぜ？それは暴落時で売ってしまうからなんですね。なんで暴落時で売るのっていうと、もっと下がるのが怖いからなんですね。なんでもっと下がると思うのって言ったら、人類を信じてないからなんですよ。人類が立て直す、どんなピンチでも、 IT バブル崩壊、リーマンショック、世界大恐慌、そして9.11 のテロ、ブロックマンデー、そしてキューバ危機、そしてそれから湾岸戦争、そしてアフガン戦争、それから、IT バブル崩壊、そして、このコロナショック、インフレショック、チャイナショック、全部乗り越えてきた、その歴史的な事実を全く忘れているから、そういうことになるわけです。でも必ず何度も何度も暴落を乗り越えて高値を更新し下値を固めてきた、その繰り返しで米国株式市場は220年で70万倍にも成長してきたわけですから、それをなぜ忘れてしまうのか、その人間を信じるその精神力こそが皆さんの投資を助ける最大の力であります。それこそが本当に最大の武器でありますから、投資で一番大事なのはある意味では精神力と言っても過言ではないのかもしれません。しかしその精神力というのは最終的には人間への信頼に、依拠するものでありますから、その人間への信頼というものっていうのは一体何なのかといえば、それは最終的に行き着くところはやっぱり自分の母親への感謝であります。ですから母親への感謝ができないような投資家は、私は投資家でも何でもないと思いますね。それはエセ投資家であると。ですから我々は本物の投資家を目指しているわけですから、やっぱり最低でも自分の母親に感謝をし、そして毎日のように思い出し、そして自分にもしっかりと感謝をする、お母さんが産んでくれた、その産んでくれた自分にも感謝をするということであります。そのことがやっぱり、自分の母親とのいい関係を築くことに少しは役立っていくんだろうと思いますし、いや大いに役立つんだろうと思います。ですから私は皆さんに2つだけお願いしたいのは、なんか最近増えてるなということになるわけですが、お母さんにも感謝をし、そしてご自身にも感謝をしてください。特に寒い中通勤し、そして、電車でぎゅうぎゅう詰め、バスでぎゅうぎゅう詰め、乗り換えの時に雨でびちゃ濡れ、そして、泥をかけられ、そして、そこら辺の女子高生にはバカにされ、それでもなんとかかんとか必死の思いで家にたどり着いた皆さん、家にたどり着いてみれば幸せさんがまた動画を上げていて、もう疲れた体で嫌なんだけれども、しょうがない、聞いてやろうかと思って聞いてくださってる皆さん、今日は随分本編は早く終わったね、しかしエンディングトークも早く終わるかなと思ったらそうでもなかったということで、ちょっとがっかり感、そしてもう触笑気味になっている皆さん、本当にお疲れ様でした。もうこの辺でエンディングトークをやめさせていただきますが、今日言ったことはですね、少しでもですね、ほんの 0.01% でもですね、ご参考にしていただいて、そして明日以降の投資、そしてまた明日以降の生活に、少しでも、何か参考になる部分があれば、こんなに嬉しいことはありません。しかし私たちが大事にしなきゃいけない、いけなければ大事にしなきゃいけないのは、やっぱりいつも一緒に言っていることなんですね。それは何かって言えば一つしかない。安心して安心して安心して、長期で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 投資を続けることであります。そのために毎日毎日毎日マーケットと向き合い、マーケットと対話し、そしてマーケットクロークのことを学んでいきたいと思います。本日は最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。失礼いたします。